The world ends tomorrow. I don't think anyone should panic because there's nothing you can do. もし明日地球が終わるとしたらどうする？とりあえず仕事休んで VR のゲームやるかな。明日って急すぎながら寝て食べて寝ちゃうかもしれないね。これはね、お金もめっちゃ使うかな最初に。悪いことしますかね。車レンタル、あ、レンタルしなくていいか、盗むか。車盗んで住人で下田まで行って、もうマジで世界終わるまで楽しむ。まず髪の毛全部剃って、で全裸になって、ウーバーイーツでメガマック10個でゴシップガールを一気見しながら、ちょくちょくポーンハブ行って、で最後にジュラシックパークを見て終わります。地球が終わるのを止めるヒーローになる。あたいが止める。嫌でしょ、だって地球終わるの。まだ寿司とか食べたいよね。明日だったらもう母親とか家族に会いたい。まあ、家族と全員と会って、なんか楽しいことしたいな。友達と家族の近くに行くかな。でも家族ブラジルにいるからあれだけど、私の家族はメキシコで、だからそれは無理。超寂しい。僕結婚したんですよ。あ、そういえば一緒にすっげえいい温泉行って、チルしてとんかつ食べる。今好きな人に会いに行くかな。彼女ハグしたまま滅びたい。何もしないかな。地球が終わるってしたら全部サービス、電車とか多分止まると思うので、何もできなくなると思うし。最後の晩餐は何食べたい？くるみそば。美味しいよね。めっちゃ美味しい海鮮の丼とか食べたい。ウニとかめっちゃ食べたい。ピッツァ、タコス食べたい。唐揚げ、海ぶどうとビル、卵かけご飯、サラダチキンとかですかね。親の料理、筑前にエビとカニのアレルギーになったんですけど、大好きだからもう一回食べたい。死ぬなら食べたい。これは俺もう絶対一個決めてることあって、まずサーモンのお寿司を食べることと、あともう一個は僕ラップしてるんで、明日地球終わりますってことラップしようと思ってますね。それがやっぱ次の世代、これ音楽や、大発見やみたいなって、熱いじゃないですか。でも今の生活が楽しいから、今日みたいに明日も普通に入れたら、なんかそれでもいいかなって。区切りがあった方が面白いっていうか、考えるきっかけになるのかなみたいな。いいね、今の。カラフル。大丈夫。カラフル。カラフル。あ、おさい。カラフル。I have to do it in カタカナ。カラフル。カラフル。バリ動いてる。ごめん、ごめん。カラフル。OK、カラフル。どんなの、どんなの、ちょっと待って、ちょっと待って。カラフル。Oh my god。カラフル。カラフル、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 よっこらせ、カラフル、ちょっと増やした方がいいんじゃないですか。500個はないです。え、そう、カラフル、カラフル。終わります。ブイって言っちゃった。はい、終わり。